今日は放送の某所にやってきました。この方にチップランを、習いに来ました。よろしくお願いします。未知のゾーンなんで僕もこの時期は未知なんで。でももう春からずっとチップラン、そうですね、もうひたすらもう本当は鈴木が大好きなんですけど、チップラン命。僕は基本的にキャスティングゲームしかやらないんで、ちょっと未知のゾーンなんですけど、ちょっとあまりにも連れてるんで、今日はチップランで時間を作りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。準備運動を済まして出演になります。出る前に一番大切なことはドレーンコックを確認することですね。そうですね。これ必ずやってください。これじゃあ僕も行きましょう。お願いします。よろしくお願いします。よっしゃ、超気持ちいいよ。さあ出ました。ふう、気持ちいい。だいぶ沖まで出てきました。暑いぐらいだ。気持ちいいです。景色が良くて気持ちいいです。最高だなこれ。奥さんがやりましたリップラン。リップがランしました。ランしましたよ。ちょっと見せてもらってもいいですか。そうなんか理想的な、理想的な出来方。よっしゃー、ナイスサイズ。イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ。オッケーです、ありがとうございます。超楽しい。ボトムまで落として、で、しゃくると、で、止めて、今無風なんでちょっとさびきながら、エギを水平移動させて、当たりがなかったらまた落とすと、で着底させて、で水平移動。ありがとうございます。やりました。初一杯。ラインが、いや、ティップが走りました。ティップが入りました。ティップが入った当たりを取りました。これがティップランか。面白い。やっぱ面白いですね。よいしょ。やりました。ちっちゃいけど、初ティップラン。やりましたね。あー、よかった。ありがとうございます。すいません、もう全部釣らせてもらっちゃって。全部コツを教えてもらって。これはちょっとでかいです、さっきのやつより。今ティップがこれで動画で撮れないんですよね。回しっぱなしにできないんで GoPro だな、やっぱり。今ティップが戻る当たりでした。2種類の当たりを今日もう味わわせてもらって感無量です。でもでかく感じるだけなんですかね、これ。水圧で顔柔らかいかな。そうですね、普段のエギングヨットより全然柔らかいですからね。うわ、炭すげえ入ってる。炭が当たったりして炭の量が半端ない。あ、煽りでかいじゃん。でかいですね、煽りだ。でかいよ。うわー。いやー、よかったっす。ありがとうございます。
まあまあいいサイズですね。サイズ以上に。いやー今の当たりは超面白かった。戻りました。戻ったんで合わせてみたら乗ってた。まさにいやーティップラン超面白いありがとうございます。もう感無量です。それで結構あります。夕方になって風が吹き始めてきました。時刻は4時です。厳しい4時を迎えてしまいました。4時です。そうですよね。まあでもバッチリでした。ありがとうございました。もうこの時期にイカが取れるっていうのはまず奇跡ですからね。昔で考えたら最高です。ディップラン中です。まあ今日よくティップランっていうのが分かったので勉強になりました。また春からちょっと僕はやってみたいと思います。ロフトが入る瞬間の、あとリップがプッて戻る瞬間の、あの快感はちょっと他の釣りではなかなかない感じですね。超楽しいです。南房総方面に行ったら帰りは当然ここです。ファンさんに寄っていきます。お疲れ様です。一日しゃくった後はラーメンです。今日は新規開拓闘魂ラーメンにやってきました。うわ、これ闘魂ラーメン結構いいじゃないですか。ちょっとチャレンジしてみましたけど、いい、はいはいはい、ちょっと食べてもらってみて。どうですか。あり。ということで皆さん、木更津にお越しの際は闘魂ラーメンぜひチェックしてみてください。Yes.